私は今近未来 SF ものの作品を作ろうとしています。おお、すごい。未来の戦場では爆弾をつけたドローンが大量に降ってきたり、無人兵器とかが狙撃したりするのですかね。皆さんのイメージや意見をぜひ聞かせてください。おお、ドローンすごい。ドローンですよね。絶対ドローンですよ。絶対ドローンですよね。ドローンでそのまま爆撃されるんですよ ね。もう本当にドローン突っ込んできますよ。爆弾ついたローズですよ。ローズ ありますもんね。もうちょっと前からドミネーターとかエリミネーターとかあるんですよね。ありますね。 AI 搭載のだったらもう弾が勝手に曲がる銃みたいなもん。ねえ、うちの訓練とかやっぱり今個人で携行できる一番高い脅威の武器って何って言ったら銃だから、銃で訓練してますけど、それが、ね、そのレーザー兵器とかだったらまた変わらざるを得なくなってくる可能性がありますよね。アイアンマンのこういうやつになってますねえ、まあまあドローンでしょうね。本当に AI 搭載してサーモでこうやって見て、あったかいところにピューンって飛んでいくみたいな、ドカーンめちゃくちゃですね。ドローンとか、あとドローンで行けないところのやつはまた別のドローンとかになってくる。なるほどね。こんなね、あれ怖いですよね。見たやついましたよね。気持ち悪いんだよ。ってなって、あれ、ウォッツアー何でしたっけ、名前忘れちゃった。あのボストンダイナミックス。そうあいつの背中にね、銃が乗ってたりとか、なんかそうなってたのやべえっすよ。ものすごい精度、人間以上の精度で狙ってくるじゃないですか。あれですよね、今機械ばっかり言ってますけど、最近兵器であったりとかそういうのもあるだろうし、あとは見る方の装置も進化しそうですよね。ああ確かに、人間の目で見えないものを見えるように、うん、まあサーマルとかやったら今でもあるじゃないですか。ああいうのももっとお手軽になってるかもしれないですね。音の増幅とかね、まあ、壁の向こうを透けさせるってもう普通になってきますよね、うんうん、そうですね。見たことありますよ、ウォールスルーってやつ、はい、もう全部見えちゃうし、あれすごいっすね。うん、ありますよね。音のやつもありますよね。指向性がある音もありますね。あとはあのサイコパスっていう、うん、ね、アニメとか映画、うん、ご覧になったことある人いらっしゃいますかね。うちもね、あの一回協力させていただいて劇場版サイコパスっていうのをやらせてもらったんですけど、あれ映画見るって、そう、あのサイコパスみたいな、あれって犯罪係数っていうのが出てくるんですけど、うん、あれに近いのも多分行われますね、そのうち。うん、犯罪係数っていうかね、これから犯罪を犯すであろう人の脳波とかをパコンってね見ちゃうとか、そういうのも出てくるはずです、うん、近い将来、うん、すごいっすね、うん、すごいっすね、うん、俺怖いわ、なんか捕まりそうでそんなことないでしょまあなんか頑張ってください SF の、はい、いやすごい、いいのできたら教えてください、はい、SF 好きなんで楽しみですね、はい。